セクシーな白いドレスショット公開。インフルエンサーモデルの阿部なつきは、フジテレビ系大型特番、FNS27 時間テレビの名物コーナー、明石家さんまのラブメイト10が4年ぶりに復活。明石家さんまが2023年のラブメイト10を発表し、ショート動画にたびたび出てくる女性として阿部を紹介し、話題となった。放送後、バズりまくりの令和の峰富士子病として抜群のスタイルを誇る阿部が話題に。可愛すぎるリアル富士子ちゃんだ、憧れのスタイルといった声が多数寄せられていた。15日阿部は自身のインスタグラムを更新。和の空間伝統を感じる日本建築に白ドレス、ドレスはゼラですから、と綴り、静岡県伊豆市にある国の有形文化財に登録され、伝統の日本建築にモダンさが調和した木造旅館、オチャイローをタグ付けし、ファッションブランド、ゼラ、のワンショルダーのセクシーな白のワンピース姿のショットを複数枚公開した。この投稿に対しフォロワーからは、スタイル神すぎます。綺麗すぎて見惚れます。とても美しい姿です。美しいという言葉しか出てこない、セクシーなドレスだね、など絶賛するコメントが寄せられていた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。